さあ、それでは予想フォーメーションをご覧いただきます。まずはホームのザスパクサツ群馬です。基本システムは 4-4-2 です。岡本、酒井、畑尾、中塩、そして佐藤、天笠、風間のダブルボランチに山中が左です。トップには高木と今日は竹を使ってきました。さあ、そして一方の藤枝前 FC の方です。ゴールキーパーは上田、そして小笠原、川島、山原、ここはもう鉄板です。右に久保がいて、平尾、横山、ダブルボランチ、ここが機能しています。榎本が左にいて、シャドウが徳永、岩渕、トップには停止明けの渡辺亮というところです。さあ、ここからこぼれているが、伏見がよく出ました。まだボールがある、右足よくブロック、ボールコントロールできないところ、ここはゆっくりとパス回しをしながら出しどころ、縦パス1本、徳永から岩渕、こぼれている、まだボールはあります。榎本からヘッド、久保のヘッドはバーの上でした。さあ、こぼれているところ、フリーになった、高木のシュートはわずかに右。まあ、上田選手、藤枝選手、あのビッグセーブでしたね。畑尾が遠い位置から中に入ってきてヘッド、よくこれは止めました。両チームすごいですね。最後久保ですね、はい、止めたのは畑尾選手の本当のヘディングの強さ、またそれを自由にやらせない畑尾選手のやっぱ守備の体重の強さというのが光りましたね。今カットしていく、さあ岡本がカットして自らドリブルで上がる、風間は強い、左サイド振っていく、山中からセンタリングで、危ないか、当たらなかったですね、うまくヒットできませんでした、はい、この榎本選手と久保選手ですね、はい、久保は今一人で逆サイドで待っているような形、右足シュート振っていった、こういうことですよね、やっぱりサイドの幅を取っている選手を起点に、最後は徳永、うん、まあ、しっかりと前を向いてシュートも振り抜きましたよね。ニアを榎本から一旦戻す、横山が直接打ってきた右足、胸で守りました、ゴールキーパーの串引きです。もう完全にこの時点でやっぱシュートを意識しましたよね。変化をつけてきました、もう一度上げてヘッド、よく押さえた、着替えて1本でよく押さえましたね、川島のヘッド、ここは183センチの川島、肩を経由して中塩、ラインは出ていません。中塩からいいワンタッチ、ワンタッチは風間、さあここはいい形で右に叩いた、さあそのまま勝負できるか、ちょっとファーストタッチ長くなりました ね、 ファーストタッチがやや長かったか、うん、平松選手は起点になって、平松が起点、そして岡本、はい、畑尾は中央やや離れたところ、風間のボール、畑尾の頭だ、フィスティングで逃れました。上田、畑尾選手は必ずここで勝負してますね、中央のペナルティー、ね、はい、TK のそうです、ね、マークのところで、はい、それは合わせにいってますよね。ここで長いホイッスルです。0-0、ザスパ草津群馬対藤枝前 FC の試合は0-0のスコアレスドローという結果になりました。